情報によるとここだぜ。ここも開けれるとかいう。お、ペンダントが輝き出した。ペンダントが。どうやって開くんやろ。でも宝箱みたいなの見えんけどな。どこに隠してあるんやろ。地下に行く道があるとか。ペンダントが砕け散るのか。お、4つに分かれて。これはあれか、あのサラがしとったバリアみたいな感じなのかな。それを解除するためにもペンダントが必要と。あ、普通に封印された箱が2個出てきた。あ、しかもヌーも出てきた。何やこれ、結構重要なものかな。封印は解除された。断りの賢者が作りし宝物を与えよう。右には力を生み出す武器がある。左には生命を守る防具がある。どちらが己に必要なのかよく考えて持っていくがよい。悩むな。1万3000年の時は長かった。ガッシュ様、今はそばに。あ、死んじゃうんだヌーさん。どっちにしよっかな、めっちゃ迷うな。あ、間違え、マジかよ、こっからかよ。くっそ、もう一回聞かないかな。ペンダントか。お、お、お、光が入っていって、で、4つに分かれた。よし、これで封印が解除されるんかな。わあ、何が出てくるか楽しみやな。なんかヌーが出てくるような気がするよね。なんかそんな気がする。宝箱が見えないけどなんか2個あるんやろな、宝箱が。で、なんか右を選ばないかんような気がするな。おお、チューの顔してるやんけ。解除された。右、はい、生命を。よし、ガッシュ様今行きます。おそばに。あれ、今から未来に行くけど、あれはガッシュなのかな。どっち取った？ツバメ。すごい強そう、武器の名前ツバメ。ちょっと見てみようかな、どれくらい強いな。ザンマ刀より強いんかなこれ。ツバメ、お、やば、42も上がるぞ。でも素早さカンストしてるのに素早さもったいないなこれ。まだだってトリケラカブトとかのプロテクトメットってめちゃくちゃ強いんかな。これを選ぶことによって、例えばドラクエでいうとハグレメタルシリーズが手に入らない、ドラクエでね、それぐらいの手に入らなくなるとか、そんなんじゃないよね。くそー、とりあえず情報通りいい武器を手に入れました。それでは、はい、おはようございます。ちょっとこれをする前に一つなんかやってたんですけど、もう忘れちゃいましたね。なんかすごい強い武器を取ったような気がしますけど、今日はこの監視者のドームからやっていきたいと思います。この監視者のドームの封印の扉が多分ですけど最後だと思うんで、ここが本編になると思いますので、今日はここから行きます。おー、雷鳴るんやこれ。早く入らないかんな。しこ、ここにあの賢者みたいなやつがおるから、あれがボッシュなのかガッシュなのか。ハッシュはなんかおらんかった気がするけど、ガッシュがおるのかなこれ。でもなんか一人は山に閉じ込められてるかなんかってね。謎の物体、私に行われた最後のプログラムは博士自身の埋葬で、あ、死んじゃったの。これで私は永久に博士と同じ時間を過ごすことができるのです。あれ、もう一つやらなければならないことがあったような。座席忘れました。どういうことや。どういうこと、あの人死んじゃったの。あ、でもおらんっぽいな。なんかこの辺触れたりせんのかな。あの人、おらんくなっちゃったの、死んじゃったの。埋葬が最後の仕事って。ペンダントが輝き出す。この奥にあの博士の研究成果が。あ、なんや、ダンジョンやんけ。なんか、ん？ん？なんだ？扉を開けた者たち、私は断りの賢者ガッシュ。あ、やっぱこれがガッシュなんだ。魔法王国ジールのガッシュ。私はジールの大災害に乗りこの時代へ飛ばされた。大災害？まだそれ見てないな。驚いたことにラボスが現れるのは私の時代だけではなかった。そうやね、今のところ未来のちょっと前に現れてるかな。
で、あと原始時代に現れたかな。あれはまあ一番昔の話やからな。遥か太古の時代に空より落下し、ジールに出現し、地中深く潜み、この地球のエネルギーを吸いながら成長を続けた。あ、それで終わり？これカプセルやったらいいのに。時はガルディア王国歴600年、魔王が呼び出し一時その姿を現す。あー、あの時ね。王国歴1999年。あー、でもこれ現代より先だ。ついに地表をもの地表をもそのテリトリーにする。そしてまるで卵を産むかのように、私が死の山と名付けた場所から自らの分身を次々と誕生させるのだ。ラボスとは星自体に巣くう巨大な寄生虫なのだ。うわー、気持ち悪いな。そう考えると、私はここでラボスの監視と研究を続けてきた。だがすでに限界じゃ。こんな時代に正常な精神を保つのは不可能なのかもしれない。そうだよな、何もないもんな。私の精神が死を迎える前にこの記録を残しておくことにする。私の生涯最後の発明とともに。じゃあラボスによって飛ばされたんだ、ガッシュは。私は自分の時代に何とか帰ろうと研究を続けた。しかしこの研究が完成する頃には私自身寿命を感じていた。だから託すのだ、ここを開く者に。時間を行き来できれば、時代を超えて人間がこの星そのもののために一つになれば、あのラボスをどうにかできるかもしれない。可能性はゼロに等しい。しかしゼロではなく、ゼロではない限りかけてみる。この扉を開く者にこの地球のすべてをかけて。さあ開けるがいい、最後の扉を。そして手に入れるのだ、私の最後の発明、時を渡る翼を。ああ、いよったな。そういや、時を渡る翼を研究してる者がいるって。ガッシュのことやったんやね。でもあとボッシュが賢者だとしたら、もう一人は誰なんやろ。これが研究成果だ。おお、これはまさしく、ああ、イベント進んじゃった。これが先ほどの記録にあった時を渡る翼。すごい、これが。でもどっちが前なのかしら。それはこっちがもちろん前やろ。あっちが前ってことはないやろ。どうすりゃいいのこれ。話しかけれないけど。どうしたらいいの。なんかパソコンみたいなのがあるわけじゃないけど。後ろから話しかけるのかな。違うね。どうしたらいいの。どうしたらいいのこれ。出ようとしたら、出ようとしたら、あ、来た。なんか座席がどうとか言ったもんな。それを最後に入れて終わりってことか。フリーズしちゃうんかな。驚いたようだな。私だよ。あ、ガッシュなんだこれ。そう、ガッシュだ。この物体に私の頭脳をコピーしておいたのだ。あ、なるほど。なんかだから、なんか私プログラムがなんとかとか言ったもんな。この物体気に入ってくれたかな。君たちに説明しておかなければならないことがある。それは他の時代への生き方じゃ。四角ボタンでタイムゲージが現れる。これなんて言うんだっけ。なんて言うんだっけ。ちょっとメタかメタ発言か。 L1R1 ボタンで行きたい時代を選ぶと良いじゃろう。あ、そうだ、出発の前にこのタイムマシンに。寝るな、起きろ、おい起きろ。タイムマシンに名前をつけてみてはどうかな。まあデフォルトの名前でいいかな。とりあえずシルバード。なんか車っぽいけどね、この場合だと。でもムービーで見る限りにはちゃんと翼があるからシュッて出るんやろな。さあ乗った乗った。3人用なのかな、もともと。あ、最後に話しかけたかったんやけどな。座席もうはめ込んだんだね。これロボでっか。んにゃんにゃん、作動。これ翼今ないのか。だから今は時代を行き来することしかできないんだね。でもこれどこ行ったらいいんだろう。ん、放課後最果て。あそこに行けない部分は最果ての場所にこのシルバードを持っていくためのものやったよね。世界崩壊1999。これ行ったら多分またラボスと戦闘になるんだろう。じゃあどこ行ってみようかな。やっぱ古代文明かな。古代文明に行かないと話進まないよね。じゃあ古代文明行ってみよう。初作動。どんな感じなんやろ。バックトゥーザフューチャーみたいにプルルルシュンって行くんかな。光って、なんや、こんなところに滑走路があるわけないからな。
バックトゥーザフューチャーは無理か。どこに出るんやろ。あ、そんな風になってた。黒のまた一人しかおらんやん。おお、なんかトランクスがタイムカプセル乗るみたいな感じや。え、滑走路あったん？滑走路あったんや。何気になんか空間があったんやね、ああいう広い。おお、私の時代の文明でも時空間の乗り物などはなかったというのに、それだけ賢者がすごいってことやね。これがシルバードの力？それ今の誰が言ったんやろ。ロボが言ったんかな。これがシルバードの力。今回るかと思ったんやけど、あー、やっぱり出る場所は固定なんだ。これは小さな洞窟の前、一番最初に入った場所かな。地の民の洞窟、ここに行ったらなんか始まるかな。多分上の世界に行ったらまたね、追われる身になると思うから。こっちなんかないかな。あ、階段ができてる。誰かおるかな、地の民の人に力を。なんかでも山になんとかとか言ったからな。ここはアルゲティ、地の民の村だ。ちょっと情報収集しよう。まず、我ら地の民は魔力を持たないがために天空の王国ジールを追放されたのだ。あー、それで原始的な生活してんだ。みんななんかボロボロじゃん。なんかないかな。武器はとりあえず今はいらんけど、なんか買っていくかい。なんか売ってっかな。なんか売りたいな。ザンマ刀ももういらんくなったしな。あ、安い。でももうザンマ刀いらないんだよね。コメントアロー、これ1個買っていこう。あ、ロボも強いね。メガトンアームめちゃくちゃ上がるやん。ザンマ刀から31も強いぜ。ツバメ、シャインブレード、わー、カエルの武器もちょっと買っておきたいけどね。光のローブ、まあ今はいらんかな。あ、シャインプレート2個買っとこうかな。で、シャインヘルム2個。ポーションはいらんね。ミドルポーション、ミドルポーション、ハイポーション50個くらい買っとこうかな。え、お金がなーい。こんなにお金に困った、初めてだな、こんなにお金に困ったの。あ、マジックカプセルが1個あるね。これ使っとかないかな。太鼓の剣もいらんね。太鼓の剣、メガトンアーム、シャインで、ルビーももう、この辺はちょっと残しとった方がいいような気がするな。ミストローブはまあいらんかな。ホワイト、レッド、まあこの辺もまあ一応持っとった方がいいかな。なんか属性で攻めてくる強敵が現れたら、これを装備することでめちゃくちゃ楽になるかもしれんからな。ダメージよりも魔法属性重視みたいな。そんな敵にあら、そんな敵がおったらこれを着ていこう。あ、トリケラプレートとか、そういうのも売ろうかな。ストーンメットとかね。あ、やっとストーンメット卒業したな。光のローブは持ってたんやね。デスフィンガーを卒業する時が来たな。この属性重宝せんのかな。闇属性がなんか重宝するっていうのも考えにくいけどね。え、そういやさ、もう結局のところこの黒の石意味なかったから。でもサンダが使うからゴールドピアスはとりあえず2類でいいかな。マールはマジックリングにしとこうかな、魔力を高めるために。44、これだけあったらかなりダメージ食らわせられるんやないかな。あ、でマジックカプセル使うんやったな。素早さはすぐカンストしたけど魔力はカンストしないんだね。すぐここに住む地の民の多くが地底化神殿建設のために連行され、二度と帰ってきませんでした。うわー、ボロ雑巾のようにクタクタになるまで使い古されて、んで死んでいくんやね。みんなひどいやつらよ、天空人ってやつやろ。でもサラはいいやつっぽかったけどね。やっぱ女王がおかしいんやろな。賢者様から聞いたのじゃが、邪気様はサラ様をも超えるすごい魔力を秘めてるらしい。あ、やっぱりそうなんだ。しかし女王を狂わせサラ様を苦しめるその力を嫌い、心ごとその力を閉ざしてしまっているのじゃ。やっぱあいつ臭いな。預言者と被るね。女王は海底神殿に魔人機を設置してラボスからさらなるエネルギーを取り出そうとしているが、果たして大丈夫なのだろうか。賢者が言ったけど多分それで暴走を起こすんやろな。危険だと判断した命の賢者様は嘆きの山に幽閉されてしまった。我らではもうどうすることもできない。それを今から助けに行くのよね。ボッシュとガッシュはおるから、その命の賢者様が、力の賢者がじゃあ家事をできるがボッシュなのかな。今ガッシュが断りの賢者やったからね。一人が名前わからん。サラ様、今度はいつ遊びに来てくれるのでちゅかね。
いつでちかね。サラ様はちょっと今難しい環境にあるからな。三賢者様たちとサラ様くらいですよ、我らを同等に扱ってくださるのは。ねえ、他の人たちはダメなんよね。女王がやっぱあれやからな、頭がダメだと、頭がダメだとやっぱ足も腐ってしまうからな。子供いっぱいおるの。ドクロイの巣はとても危険でちゅ、行かない方がいいでちゅ。そうでちゅか。でも行かないといかないでちゅ。ここは何だろう。もう武器防具は行ったからな。止まってっかい。なんか戦ったっけ。戦ってないね。特にいらんかな。かつては光の民も地の民も共に暮らしていた一つの種族だったのよ。まあそうやろな。で、力の差を誇示するために上空と地底と分けたんやろな。地底ではないけど。この穴はドクロイの巣に続いている。ドクロイの巣は嘆きの山を大地につなぐ鎖のところまで通じているはずだ。すごいな、鎖一本であの山が動いてるんやろ。ゴーンゴーンって。命の賢者様は女王の計画に反対したため嘆きの山に閉じ込められてしまいました。ひどい話やぞ。建設反対って、ダム建設反対とかって言ったら俺らも幽閉されるんや、女王とかおったら。いや、こっちじゃないね、こっちで行こう。よろしい、よし、じゃあ行くか。ドクロイの巣、今日でもこれクリアできそうにないな。あと15分しかないぞ。一応潜入はしてみるけど。さあレッツゴー。俺たちの次の狩り場だ。あ、もうこれ巣なのかな。なんかあるよ。パワーカプセル使おうかな。今攻撃力で言うとやっぱ黒のが一番強いやろ。ロボに使いたいのもあるけどね。2周目をするんやったらな、ロボどんどん育てていこうかな。マジックカプセルでこれで45になったな。魔力どれぐらいになったんやろ。アイスがね、アイスが楽しみ。本当にどれぐらい食らうんやろな、敵に。こんだけ魔力上げとったら。なんだ、恐竜来たぞ。古代の世界にも恐竜おるんや。戦うんかなこれ。あー、エンカウントか。いけ、どれぐらい食らう。かっこいい、ツバメ、青色の刀身。攻撃力が上がった。物理攻撃力、攻撃に対して攻撃力が上がるのか。早く倒せ。やばいぞ。倒してない。オッケー。お、クリティカル418。いいね。じゃあ魔法で攻撃しようかな。攻撃力が上げられたらちょっときついしね。魔法で攻撃してみよう。3だ。マールは、あい、痛いわ。38。そんなに痛くなかった。でもマールは HP 低いんだよね。3だ。206。わっ、こいつどんな攻撃でも攻撃力が上がる。じゃあマールはまあ魔法の方が強いからずっと魔法使っとこうかな。328。めっちゃ食らうな。ロボパンチ、ギガトンアームに変えたからな。やばい、攻撃される前に攻撃力上がってるぞ。ドーン。オッケー、よかった、危なかったな。408。10技ポイント。こいつら5技ポイントも持ってんの。え、いっぱい戦いたいな。アイスがまだかな。乱れ蹴りまだかな。でロボは連続パンチやったよな。乱れ蹴りと連続パンチで絶対なんかあるやろな。うわ、敵おる。どんどんでも戦っていこう。早くアイスが覚えたいしな。技どんどん覚えたい。なんか強力技使っていこうかな。どうせボスの前には回復があるからな。2人技、アイスタックル。あ、55ってやっぱちょっと上がってんな。3高しよう。ほらー、アイスタックル。いいね、1001。めっちゃ暗いやんけ。やっぱ強力技強いな。このゲームバーサクリングいいかなと思ってたけど序盤だけの話だったな。連携技が強いわやっぱ結局のところ。あ、弱いな。全力切りの方が良かったかな。黒のは魔力上げてないからね。じゃあ連携技でいくぞ。アイスソードだ。おい、大回転切りか。こっちの方がいいか。ぬるい分回し切り。あ、分回し切り、はい。あ、間違えた。まあ、じゃあアイスタックル。大回転切りしたかったんやけどな、操作ミスってしまった。241しか食らわん。いて、アイス行くぞロボ。わかりました、アイスタコー。1013。すげえいいダメージ出るな。そろそろ覚えんかな。10技ポイント。どうだ。あー、まだやね。あと50ぐらいやと思ったんやけどな。まだか。早くアイスが覚えて次のやつ気になるな。何やあいつ、属性が違うんかな。何やこれ、魔物使いかな。ここから先は通せないもんね。ムカつく。絶対のしてやるわ。うわ、敵、これボスなんや。ドクロイってこいつらのことやったんや。なんか右は明らかに氷が効かなそうだから左をとりあえず殺そうかな。アイスソード、よし、左を。あ、でも頭を潰した方がいいのかな。ちょっと頭を攻撃しても、でも
ヒールビームしようかな。2054、どんなダメージや。やっぱり弱点あるんだね。右のやつはでも火が吹きそうやけど、ルッカおらんからな。冥属性で攻撃してみようか。多分氷は吸収しそうな気がするから最悪。あいつやっぱ鬱陶しいな。あいつから殺そうかな。でもドクロイを倒したらだいぶ楽になりそうやから、2000とか食らうしね。多分2、3発で死んじゃうんじゃないかな。ボスにしては攻撃力低そうやし。いやでもマール220は勘弁してほしいな。まだマールたまんないの。マール、相手の行動速度が速すぎる。マール行くぞ。こいつだ。でロボどうしよっかな。ケアルビーム、ヒールビーム、ケアルビーム、ケアルビームは単体か。あーやっぱまだ死なんな。ボスだけあるな。あ、ケアルビームいいね。ロボめっちゃ使える。やっぱロボの職業はパロディーんだな、 MMORPG でいう。ほら来いよ。攻撃力はでもこいつら上がらんのやね。通常のやつらと違って HP が多い代わりにって感じなのかな。大回転斬り、これ範囲攻撃なのかな。大回転斬り、あ、いや手前にしかできない。なんでだ、なんであいつにしかできないんだ。まあいいや、これにしよう。ロボはケアルビーム。クロノがめちゃくちゃダメージ食らってるやん。ほらアイスソードデン、オッケー。じゃあ次にあの鬱陶しい魔物使いを倒そうかな。魔物マスターか。何が効くやろな。大回転斬りかアイスソード、どっちでもいいよ。あ、なんで寝ちゃったんか。じゃあロボタックルでいくぜ。ロボタックル、違う、ロボタックルじゃない、アイスタックル、いけ。あ、ちょうどでも今タックルで起こしてくれたな。あ、おめえが、アイスタックル266、硬いな。手前のやつを倒さないと。あー、ムカつくな。手前ダメだな、あいつ倒せないな。じゃあやっぱりドクロイから倒していこう。大回転斬り、いやもう全力斬りでいっかな。ちょっとたまるの遅いわ。でロボはヒールビーム。ロボすごいな、全体回復もできるし。いかー、マールがちょっと、じゃあヘイストしようか。ロボにヘイストしたらかなり使いやすくなると思う、大回転斬りのためにね。オッケー、これでロボの素早さが2倍とかやったらあんま変わらんかもしれんな。クロノはマックスやろ。あーやっぱりクロノの方が早いな、ヘイストしても。でも一応待っとこう、大回転斬りしよう。もしかしたら巻き込めるかもしれないあいつらを。こいつ早いな攻撃。たまれ、よし、いけ。単体攻撃か。ケアル、クロノだ。970、いいダメージ出るね。さっきのやつと同じぐらいやったらあと5発食らわせないかんな。結構食らわせないか。バイキルドみたいなやつがあったらね、いいんだけど。痛いわ。あれ寝るんじゃ、ほらやっぱり寝た。じゃあマールで起こそう。万能薬でロボ、はい。くそー、あいつ大回転斬りするぞ。ロボ起きるんだ。毎回びっくりしながらやってるけど、お前がやってるんやろうか。くそー、やばいなー。マール回復間に合うかな。大回転、あ、これロボを中心とした範囲攻撃なんだ。今さらやけど、やばい、これでマールが死ぬかもしれん。大丈夫マール、オッケー、ロボでよかった。ロボは HP タンカーやからな、全然大丈夫やぞ。ケアルで大回転斬り、ブシュ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 。ちょっと面白い攻撃。自分の周りにいっぱいおったら全員巻き込めるってことやろ。これいいな。あ、まだ死なんな。やっぱなんだかんだ言ってルッカ、マール、クロノのパーティーって安定するんやろな今思うわ。カエルのパーティーも安定しそうやけどね。ヒールビーム、よし、全体回復しとけば死ぬことはないやろ。クロノは硬いしな。ヒールビーム、ロボいいな、めっちゃ使えるな。ロボやっぱロボ大好きやわ。行くぞ。ロボでこう回復したらいかんのやった、忘れとった。大回転斬りでヘイスト、一応自分にもかけとこうかな。回復が遅くなっちゃうから。まだ死なんな。クロノは大丈夫、でも結構痛いな。110、このボスはでもそんなに強くないから中ボスって感じかな。やっぱり何が強かったかな、最近のボスでいうと。最近そんなに苦戦してないような気がするな。いつ苦戦したかな。あのティランが、ブラックティラノがめっちゃ強かったかな。どこ狙ったらいいかわからんかったから。よし、大回転斬りで、ケアルかな。マールを回復しとこう。マールの HP 怖いから、最大 HP が低いからね。これで死んだんじゃないかな。よし、あと1匹。
あとはもうあいつ反撃もできない、石ころ投げるだけやからな。石つぶてだけやってみろよ。ほら来いよ、アイスソードでもぶちかましてやるぜ。防御力減ったかな。早くマシンガンパンチ覚えたいの。単体攻撃がないわロボ。あ、でもタックルがあるか。あ、やっぱりあれなんだ、ダメージを食らうと回復し始めて周りのやつがおらんくなると防御力が下がるタイプか。クソ、でも毎回回復されるのめんどくさいな。あれ自分で回復してるのかな、それともリジェネなのかな。行くぞ。あ、届かん、アイスソードで行くぜ。ロボはじゃあロボタックルで個体で攻撃。アイスソード、ツバメとの連携どうよ、このダメージ。お、弱かった、あいつ自体は HP 少ないんやね。どうだ。あー、まだ覚えんねや。もう覚えると思っとったんやけどな。これが鎖か、これを伝ってあの山に行くんやね。あ、乗れないぞ。お、これ乗れた。何の賢者様なんやろな、名前なんやろな。ガッシュとボッシュ、次なんやろな。俺ハッシュやと思うんやけどな。結構時間かかってしまった、行くぜ。あー、雪山なんや。あ、雪山じゃない。うわー、鎖がいっぱいある。これ倒していった方がいいかな。あ、なんや、強制エンカウント。お、お前ら雑魚の色違いやんけ。名前なんやったっけな、もう忘れてしまったな。一番雑魚バードコマンド、一発で倒せるかな。あ、なんや、降りてきた、分離したぞ。 BWS を切り離すことができるのかこいつら。あー、結構やっぱ強いなー。マウラはやっぱちゃんと魔法使っていこうかな。一発で落ちるんかな、やっぱ一定ダメージなのかな。黒のだけ素早さ異常に高いな。やっぱ素早さマックスやもんな。24。あ、アイスが覚えた。よし、これでもう金のゴールドピアス、ピアスゴールドスピア、ゴールドピアスもう黒のから外そうかな。じゃあ黒の何にしようかな、脳筋にしようかな。やっぱ高速リング1号回復、回避能力2枚、パワーマフラー、怒りの腕は、何にしようかな、迷うな。 HP 最大値が上がるのもちょっと魅力的やけど、魔法防御ね、素早さはもういらんしね。スピードリングって 3しか上がらんのか。はい、体力ってなんだ、防御力か。パワー手袋、鉢巻き。じゃあロボに怒りの腕輪を装備して、怒りの腕輪装備して、もう黒のは完全脳筋キャラにしよう。パワーマフラー違う、パワーリングやったよね。パワーリング OK、 これで153、攻撃力は多い、やばいな。 1.5 倍とは言わんけどかなり違う。ちょっとパワーカプセル使いすぎたかな、ツバメが強すぎる。ロボもやっぱ強くしたいしな。うわ、戦っていきたいな。あれ、俺でもゴールドピアス装備したかな。マールの、マール、マジックリングやっぱしてなかったね。ゴールドピアス、ゴールドピアス、これでアイスが使い放題やん、通常戦闘で。あれ、ゴールドピアス、あった、長兵 MP 4分の1やからな。次何を覚えるか見てみようかな。マール、ヘアルガか、全体かな、単体か。全体やったらめっちゃ良かったのにな。でもアイスが覚えたことによってなんか覚えるってこともなかったな。乱れ切りあとどれぐらいやろ。540、全然やね。270、これ遠いな。でも技ポイントさっき27もらえたからな、2匹倒すだけで。あれもしかしたら4匹判定なのかもしれん、宝箱あるな。あー、今回はシンボルエンカウントやなくてから、まあシンボルエンカウントなのかなこれ、一応その辺のいろいろな場所にあるな。いけん、マール、アイスがだ。とりあえず下ろして、あ、マールもやっぱ結構早いな。素早さ今度からマール上げていこうかな。お、これで降りるんじゃ。あ、降りないんだ。じゃあアイスがしてみよう、早速。これ使えるんやないかな、かなり全体魔法やからな。マールの魔力の全体魔法、わあ、これ魔王が使えたやつやね。あー、ダメージそこまででもないな。これ以上はちょっと贅沢かな。でも求めるの500ぐらいはいくかなと思ったんやけど、 MP 的にでもそこまでね。 MP どれぐらい消費するんやろ、4分の1で2かな。あ、これもう次のマップ行っちゃうんな。じゃあちょっとあの宝箱回収したいから、もうちょっとだけ探索しようかな。あの岩に触りそうになるわ、こっちかな。あー、こっちで行けそうやね。あの岩に触ったら絶対エンカウントやろうからな。あれ唯一のシンボルエンカウントやろう。プラチナメット、あれ、俺さっきヘルメット買ったばっかりだよね。プラチナメット、
どっちが強いの？え、プラチナメットの方が強い。マジか。チャインヘルム買った意味なかったな。くそ、こういうところ攻略サイト見ながらやると有利なんやけどな。無駄に買い物をしないで済むっていう。よし、次のマップ行こう。今日どこまで行けるやろな。今日はでも、あと、いや、もう今日はもうこの辺でやめとこうかな。よし。じゃあ皆さん、今日はこの辺でお別れです。さようなら。まったねー。